い、どうもこんにちは、平田優です。今日は商品紹介をしたいと思います。なんか結構前からずっと欲しかったものがあって、でお金ないんだけど、まあ頑張って買っちゃいました。こちらです。ゼリーネイルスターターキット買っちゃいました。いつもネイルって言ったらマニキュアとかしかしてないんだけど、一回ズルしてみたいと思って、ずっと欲しくって、で今日とうとう買っちゃいました。それでは開封していきたいと思います。もう本当に欲しくって、開かないし、結構高いからね、買うか買わないかすごい悩んだんだけど、いいやと思って買っちゃった。パカーン。まず最初にこのスターターキットで2つ色が選べるのね。で、それこれがピュアホワイトとカシスジェラートっていう色を選びました。出てきました、こちらです。ジェリーネイル、イエーイ。見て、箱もキラキラしてる、わかるかな。それでは開封していきたいと思います。今日できるかな。今日今3時中過ぎなんだけど、5時から予定あるので、説明書、取扱説明書が入ってます。で、中にはこんな感じです。筆で、これがジェリーリムーバーって落とす時のやつかね。これがライト、電池必要だ。嘘でしょ、細いやつ持ってない。単4かよ、単4電池とか持ってないわ。単3ならあるけど。で、こちらがジェリークリスタルジェルベース、クリスタルジェルベースです。クリスタルジェルトップ、普通にジェル塗った後に塗るやつですね。はい、中身はこんな感じです。今日やりたいなって思ったんだけど、入って持ってない、このあれの電池持ってないんだよね。炭酸ならあるんだけど、炭酸電池なんか持ってないよ。言っといてくださいよ。ちょっと買ってきます。まさか入ってると、だってねえ、入ってて欲しいじゃん。いや、買ってきます。じゃあちょっと行ってきます。ただいま。はい、準備完了です。はい、では電池買ってきました。これで合わないって言ってた。あ、ついた。はい、じゃあそれでは塗っていきたいと思います。自分、私の手、なんかね、なんか爪丸っこいし変な形してるから、まあそこに関するあれはお断りで、それでは塗っていきたいと思います。まずはジェルベースを塗りたいと思います。固まってる。あ、なんか変な匂いしてきた。なんか水飴みたい。ちょっとどのくらい塗っていいのかな。こんな感じでいいのかな。左だけ塗ったので硬化していきたいと思います。10秒経ったら、なんか手が、指が熱くなってきた。なんか10秒ごとにランプが点灯するから、数えてなくてもいいから楽。まだちょっとベタベタしてる、塗りすぎた。はい、じゃあそしたら次は色を入れていきたいと思います。私が買ったのはこの11番のカシスジェラート。うわ、なんか美味しそうな色してる。結構硬い。はい、ということでやってみました。途中ちょっと電池切れちゃって取れてなかったんですけど、はい、こんな感じになりました。水玉にしてみました。ドットペンを買ってきて水玉にしてみたのね。案外、でもちょっと汚いけど、まあ案外よくできたかなって思います。はい、ということで、すいません、こんなグダグダになっちゃったけど、じゃあすいません、本日もご視聴ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。まあちょっといろんなネイルとかしていきたいと思うので、その時はまたよろしくお願いします。ということで以上、日向ゆいでした。バイバーイ。これから用事があるからさっさと準備していかないと。じゃあね、行ってきます。ジェルネイルめっちゃ楽しい。なんかアドバイスあったらよろしくお願いします。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。以上、日向ゆいでした。グッバイ。